それではただいまから東日本大震災2周年にあたりましての安倍内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。東日本大震災から2度目の3月11日を迎えました。3月11日は大震災で犠牲となった皆様に祈りを捧げる日です。大震災によって愛するご家族を失った皆様に謹んで哀悼の誠を捧げます。また今なお行方のわからない方々のご家族をはじめ被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。福島では失礼しました。昨年12月の総理就任以来、私は毎月被災地を訪問してまいりました。2年を経た今でも多くの皆様が仮設住宅での暮らしを強いられています。いつまでこんな生活が続くのか、先が見えないことへの不安の声を被災地で何度も耳にいたしました。福島では多くの方々が今も福島における第一原発事故の被害に苦しんでいます。子どもたちは屋外で十分に遊ぶこともできません。被災地の厳しい現実から目を背けることはできません。東日本大震災は今もまだ現在進行形の出来事であります。一方で被災地の皆さんは懸命に今を生きておられます。仮設住宅の厳しい生活の中にあっても互いに声を掛け合って励まし合っている皆さん、一部ではありますが復興住宅の建設も進み出しました。被災した工場を再び立ち上げた方もいらっしゃいます。その光はいまだかすかなものかもしれません。しかし被災者の皆さんの力によって被災地には希望の光が確実に生まれつつあります。この光をさらに力強く確かなものとしてまいります。すべては実行あるのみです。その鍵は現場主義です。工場を訪れて私が強く感じたのは、被災者の皆さんが先の見えない不安を抱えておられることです。いつまでにどれぐらい復興が進むのか、見えるようにして被災者お一人お一人が生活再建に取り組める環境を整えなければなりません。住宅再建と復興まちづくりについて、市町村の中の各地区ごとにいつまでに何戸入居可能となるのかなど、具体的な目標を記載した住まいの復興工程表を取りまとめ、公表いたしました。今後、四半期ごとにきめ細かく更新してまいります。現場で不足をしているのは人です。日本中からプロを集めることが復興を加速させる近道です。復興事業を担う自治体のマンパワーを増強するため、行政の経験者を積極的に活用します。高台移転の遅れには、土地買収や埋蔵文化財調査などの問題がありますが、これも
専門家を投入して加速させてまいります。現場では手続きが障害となっています。農地の買取など手続きの一つ一つが高台移転の遅れにつながっています。復興は時間勝負です。平時では当然の手続きであっても現場の状況に即して復興第一で見直しを行います。すでに農地の買取については簡素化を実現しました。今後高台移転を加速できるよう手続きを大胆に簡素化していきます。これからも課題が明らかになるたびに行政の縦割りを排して一つ一つきめ細かく手続きの見直しを進めてまいります。福島では復興の第一歩となる避難指示区域の見直しも着実に進んでいます。4月1日までに葛尾村、富岡町、浪江町で新たに区域見直しが行われます。これによりさらに約3万人の方々がふるさとのご自宅に自由に通うことができるようになります。先般ふるさとを取り戻すための早期間定住プランを取りまとめました。復興が遅れていた浜通り地方でも先月相馬市の仮設焼却炉が稼働するなど瓦礫処理が始まりました。目に見える動きが出てきました。立ち入り可能となった地域については除染や電気、水道などのインフラ復旧を進め、ふるさとに一日も早く戻っていただけるよう環境を整えていきます。さらに今年夏ごろを目途にいつまでに道路や水道が復旧し医療・福祉の体制が整い住めるようになるかなど早期期間に向けた具体的な道筋を明らかにしていきます。復興という言葉だけを叫んでも何も変わりません。安倍内閣は現場主義を徹底し一つ一つ実行を進めることで皆さんが実感できる復興を進めてまいります。3月11日は希望を生み出す日でなければなりません。来年の3月11日にはもっと復興が進み暮らしが良くなると被災地の皆さんが思えるようなそんな日であらねばならないと私は考えています。また必ずそうしてまいります。そして被災地の皆さんが希望を胸に復興への歩みを力強く進めることが2年前に犠牲となったたくさんの方々の気持ちにもかなうものであると信じます。最後に国民の皆様に申し上げたいと思います。寄付でも東北産品の購入でも何でも結構です。一人一人が東北の復興のためにそれぞれの持ち場でできることに力を尽くしていこうではありませんか。そのことが東北に希望を生み出す道であると確信をしています。希望にあふれる新たな東北を共に作り上げてまいりましょう。私からは以上であります。それでは質疑に移ります。どうぞ。それでは古田さんどうぞ。東京新聞、中日新聞の古田と申します。総理よろしくお願いします。総理から、今、復興に関してですね、特に復興の面では一番遅れているですね、住宅再建、特に高台移転ですね、
についても、今後手続きの見直し等を進めるというお話がありました。総理のおっしゃる通り、先が見えないことというのが、被災者の皆さんにとっては一番の不安のもとだと思います。それだけに、高台移転がですね、いつまでに完了させられるのかということについては、見直しを進めた上でどの程度の時期というのを見ていらっしゃるのかというのと、あと、福島ですね、福島でも避難区域の見直し等を、今政府が進めていらっしゃるということですけれども、こちらも、希望、期間をですね、希望していらっしゃる、避難されている住民の方々が、希望すれば、全員が、戻ってふるさとで、生活がしっかりできるという時期は一体いつになるのかということに関しては、総理今どのように思っていらっしゃるんでしょうか。今まで何回か被災地に足を運んで、被災者の方々から出る要望、第一番目の要望というのは、とにかくいつになったら元の生活に戻るのか、まずはいつになったら仮設住宅から出れるのかということです。今までの最大の課題、問題点はですね、その工程を示してこなかったということなんですね。その先が見えなければ、やっぱりそれは人間みんな不安ですから。ですから、今回、そうした不安を払拭するために、3月の7日に、市町村別の地区ごとでの住まいの復興工程表を公表いたしました。例えば、災害公営住宅については、平成27年度までに、岩手県ではおおむね9割、5000、大体100戸ですね。そして、宮城県ではおおむね7割、大体おおむね1万1200戸ぐらいでありますが、を整備する見通しであります。福島ではですね、まだ整備すべき全体戸数が明確になっていないために、何割ということは申し上げられませんが、おおむね2900戸整備する予定であります。仮設住宅等にお住まいの方々にですね、将来の生活再建への見通しと希望を持っていただきたいと思っております。今後ですね、四半期ごとに更新を予定をしております。現在お示しできていない地区についても、具体像を明らかにできるように取り組んでいきたいと思います。それでは次の方どうぞ。それでは高橋さんどうぞ。共同通信の高橋です。総理はですね、除染についても加速するという方針を打ち出しています。ただ、汚染土壌を保管する中間貯蔵施設の設置が遅れているのが現状です。設置場所の選定とかですね、汚染土壌の搬入、こうしたものが完了する時期について、どのように見通しを持っていらっしゃるかお聞かせください。合わせて、中間貯蔵施設が、これが中間的なものではなくて、なし崩し的に最終処分地になってしまうのではないか、こういう不安、懸念も地元では出ています。こういう不安の声に総理としてどのようにお答えになるかということも併せて伺いたいと思います。また、総理は施政方針演説で、若者たちが希望に胸を膨らませることができる東北を作り上げると、このように約束されてますけれども、政府の代表的な施策について具体的に示してください。まずですね、中間貯蔵施設についてでありますが、中間貯蔵施設については、地元のご意見を具体的にお聞きしながら、現地調査を着実に実施をしていきたいと考えています。現地調査は3月から5月末までに実施予定でありまして、現時点では下見を開始をしたところであります。現地調査の結果を踏まえて、安全性に十分配慮した施設の具体的な内容をお示しをしながら、27年1月から汚染土壌の搬入を開始できるように、施設に設置についての地元のご理解を得ていきたいと考えています。ただいまお話のあったなし崩し的にですね、最終処分になりかねないという地元の
こちらに対しても真摯に説明をしていく考えであります。そしてまた、今後の具体策についてでありますが、将来的にですね、日本経済を牽引していくことのできるような産業の振興を図っていきたいと考えています。例えば、福島沖ではですね、世界初の本格的な浮体式洋上風力発電所の技術開発や実証を行っていきたいと思っています。そしてまた、福島県に医療機器の研究開発や安全対策、事業化を支援する拠点を整備をしていく考えであります。このように、いわば将来に向けて、産業競争力会議でも議論されていますが、まさに日本の課題を解決をして、そしてそれは世界にも展開できるような、そういう分野の産業を東北で育てていきたいと考えています。それでは次の方どうぞ。それでは、原さんどうぞ。NHK の原と申します。よろしくお願いします。使用済み核燃料の処理について伺います。安倍総理は施政方針演説で安全が確認された原子力発電所については稼働していくという考えを示されましたけれども、六ヶ所村の再処理工場ではトラブルが相次いでいまして、今のところ再処理事業の開始の見通しは立っていません。また高レベルの放射性廃棄物の処理の仕方をめぐってもですね、明確な方針が定まっていないように見えます。今後使用済み核燃料の処理についてですね、どのように進めていくお考えなのかをお知らせください。まずですね、高レベル放射性廃棄物の最終処分については、現在も処分地選定調査に着手できていないと、こういう状況であります。処分地選定に向けた取り組みの強化について、国が責任を持って検討をしていく考えであります。また、使用済み燃料への対応はですね、これは世界共通の課題であります。文殊や六ヶ所再処理施設など、我が国は世界でも高い核燃料サイクル技術を有していることから、世界各国とのですね、連携を図りながら、引き続き取り組んでいく考えであります。ちょっと予定の時間、だいぶ過ぎておりますので、最後の質問とさせていただきます。それではソーブルさん、どうぞ。被災地の復興のためには日本経済全体の活性化が必要だと総理は以前からおっしゃっていると思いますけれども、その関連で金融政策について一つ伺いしたいんですが、大胆な金融緩和によってデフレからインフレに切り替える必要があるということだと思いますけれども、その総理が想像している大胆な金融緩和に伴うリスクについて教えていただきたいんですが、リスクがあるとすれば、それは具体的にどのようなものがあるのか、そしてどれぐらい大きいものなのか、教えていただきたい。お願いします。我が国はですね、これまで十数年、デフレが続いてきました。そして、50兆円とも言われる、莫大な所得が失われたんですね。歴代の政権では財政出動等を行ってきましたが、こびりついたデフレマインドを変えることはできませんでした。先進国でこれぐらいデフレが続いているのは日本だけと言っていいでしょう。この状況を変えてですね、より一層日本がもっと世界に貢献していくことができる国に変えていくためには、今のこの状況を変えなければならないという中において、これまでとは次元の違う政策と日銀の新しい体制で取り組んでいくことになったわけであります。もちろんですね、物価や長期金利等の動向についてはきちんと目配せをしていかなければなりませんが、例えばですね、ハイパーインフレということが言われていますが、これは考えられないと言ってもいいと思います。2% は物価安定目標ですから、この 2% を超えていけばですね、この 2% の中に収斂していくように、当然、日本銀行も政策を進めていく、これは当然なんだろうと、このように思います。また、三本の矢によって企業の収益機会を増やして、雇用や所得の拡大を実現をしていく考えであります。
まあ、そのことによって、賃金を上昇していく、そういう考え方を取っております。また、もちろん、財政健全化についても、しっかりと、まあ、取り組みながら、国の信任を確保していきたいと考えています。また、エネルギー価格は、の上昇についてでありますが、北米からのシェールガス輸入の実現など、供給源を多角化をしていくことによってですね、輸入、まあ、コストを、下げていく努力をしていきたいと、このように考えております。はい、それでは以上をもちまして、総理会見を終わります。どうもありがとうございました。